こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。どの馬が先頭に立つでしょうか。ハンタープレイ前に行きそうです。マジカルホーク、それに続いています。さらにはバブルトワイニング、13番スマイルマジック、その後ろインバーカントリー、どうやら後ろからになりそうです。それでは先頭から先手を取ったのはバブルトワイニング、その外からハンタープレイ、並んで11番グロージュニアス。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。前に戻りましょう。先手を取ったのはバブルトワイニング、これに続いてハンタープレイ、並んで2番マジカルホーク、すぐ後ろにサンダーガルチ、その外からスマイルマジック、 M.I. ブラン、後ろからピークス&バレーズ、すぐ後ろその隣にジェントルメン、その横にキャニオンジルコニア、すぐ後ろにチックスデュー、その隣にダイヤモンドアンサー、最後方にインバーカントリー。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として8番バブルトワイニング。ここで先頭が入れ替わりました。グロージュニアス、バブルトワイニング、2番手に控えました M.I. ブラン、ぐんぐんと差を詰めてくる。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はバブルトワイニング、残り 200m、 先頭はバブルトワイニング、先頭はバブルトワイニング、サンダーガルチ迫る、バブルトワイニング先頭だ、バブルトワイニング、バブルトワイニング、1着、2着にはどうやらサンダーガルチ、勝ったのはバブルトワイニング、見事な勝利です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはアワッド、モンロージーニアス、この馬も好スタートを切りました。ステージチャンプ、前に行きそうです。アウトオブエナジー、それに続いています。さらにはナショナルマジェスティ、14番レイエイト、その後ろスペシャルマシーン、後方からもう一度先頭からジェントルファンキー、先手を取りました。その隣にジョンズコール、すぐ後ろにナショナルマジェスティ、好位置をキープしています。ステージチャンプ、その隣にグランジャッジ、並んで14番レイエイト、アウトオブエナジー、この馬もこのグループ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。では前の方からジョンズコール、先手を取りました。2番ステージチャンプ、2番手を追走しています。その外からナショナルマジェスティ、グランジャッジ、それに続いています。その外からレイエイト、青の帽子、アウトオブエナジー、その後ろすぐ隣にジェントルファンキー、その横にモンロージーニアス、その外からアワッド、その隣にフラッグダウン、その横にグリーンツリー、少し間が空いてシェーンクロス、これに続くのがノーザンスパー、しんがりからスペシャルマシーン。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでアウトオブエナジー先頭に変わりました。ここで先頭が入れ替わりました。ジェントルファンキー、アウトオブエナジー、2番手に控えました。フラッグダウン、3番手ステージチャンプ、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はアウトオブエナジー、ジェントルファンキー、その後ろ最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはアウトオブエナジー、あと 200m、 先頭はアウトオブエナジー、残り 100m、 ステージチャンプ、さらに突き放します。2番手はスペシャルマシーン、ステージチャンプ1着、ステージチャンプ完勝、ステージチャンプ1着、2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ステージチャンプ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。コースタートを決めたのはベルフレンド、ロスギムレット。この馬もコースタートを切りました。トロットサンダー前に行きそうです。ベルフレンド、それに続いています。さらにはストリートコンダクト、13番フライトライツ、その後ろ。先頭に戻りましょう。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。それでは先頭から、先手を取ったのはベルフレンド、その隣にストリートコンダクト、ロスギムレット、そのうちに続いています。赤の帽子ラッキーモンロー、その後ろ。すぐ隣にラグビーポート、すぐ後ろにサッカーハット、青の帽子セイオリーブ、その後ろ。すぐ隣にフライトライツ、並んで12番マリアーズストーム、しんがりからエイティビーズン。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はベルフレンド、まだ粘っています。ここで先頭が入れ替わりました。トロットサンダー、ベルフレンド2番手に控えました。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。トロットサンダー先頭、後続との差は3馬身以上。このリードを保てるか。残り 200m、 トロットサンダー先頭だ。残り 100m、 これは強い。2番手はフライトライツ、トロットサンダー独走、トロットサンダーぶっちぎりです。トロットサンダー1着、2着はフライトライツ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。トロットサンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はビワハイジ、しかし後続の足色もなかなかいい。残り 100m、 東証オレンジ抜けた。騎士サプライズ追いすがります。東証オレンジ、東証オレンジ1着、2着にはどうやら騎士サプライズ、見事に勝ちました。東証オレンジ、ビワハイジ敗れました。これは掲示板までです。最速の名をかけてスプリンターたちがここ中山競馬場に集結しました。瞬きする間もない電撃の芝6波論戦。さあ G1 スプリンターズステークスの発走です。さあ最後は大外枠のカワッチトリビュート、ゲートに入って体勢が整いました。
スタートしました。好スタートを決めたのはエイシンワシントン。綺麗なスタートを切りました。 AP グランプリ前に行きそうです。 AP グランプリ競りかけていきました。並んで12番ギャラントバック好位置をキープしています。カワチトリビュート、その隣にラビニアフォンタナ、その横にレーズボックス、黒の帽子日本ピロプリンス、その後ろ内からは AP ジェット、並んで11番オギティファニー、内からはデームスイング、ここでエイシンワシントン先頭に変わりました。ここで先頭が入れ替わりました。カワチトリビュート、エイシンワシントン2番手に控えました。ラビニアフォンタナ3番手。4コーナーカーブから直線コースに向きました。カワチトリビュート先頭、あと 200m、 カワチトリビュート先頭だ。残り 100m、 日本ピロプリンス抜けた。ラビニアフォンタナ追いすがります。日本ピロプリンス、日本ピロプリンス1着、2着にはどうやらラビニアフォンタナ。鞍上お見事。 G1 の大舞台で手綱が冴え渡りました。勝ったのは日本ピロプリンス。